スライスした赤玉ねぎ赤玉ねぎは赤紫色の玉ねぎで紫玉ねぎとも呼ばれる。辛みや臭みが少なく水分が多いのが特徴である。そのため、サラダなどに適している。3 0 0ムほどの比較的大玉のものが多い。赤玉ねぎの生殖用品種。通常の玉ねぎに比べ、辛みや刺激臭が少なく、サラダなどに向いている。ハッシュは9月中下旬で。 11月に定食して5月下旬から6月上旬に収穫をするのが一般的。神奈川ブランドに選ばれている。神奈川県足柄下郡へ中村片木節尾が派兵農業実習でカリフォルニア州に渡米した時にスタックトンアリーナをもとに1961年に神奈川県二宮町の旧神奈川園芸試験場で育成された。 名前はその名の通り湘南で生まれ、赤色をしているため命名された。90は220から320グラム程度。扁平で鮮やかな赤紫色である。輪切りにされ、彩りに使われる。神奈川県では小田原市、川崎市、大磯町で栽培されている。近年、北海道での生産も行われている。赤玉ねぎの生殖用品種。 比較的大玉の中盤聖書である。A.B. かがみやまつこちょ、川口唯一監修、自然農、幸いの手引き2007年、南方新社、106ページ。ありがとうございます。